地球のみんな、こんにちは、トッピングヒョウスケだよ。今回はですね、前回剣王の半分を回ったんで、次は残りの剣王、剣王っていうのは宮崎県のだいたい真ん中らへんかな、ラインになるんですけど、剣王と西の方ね、西の方、真ん中の西側の方を回っていきたいと思います。では VTR スタート。はい、次来たとこが道の駅海老野の道の駅行ってみたいと思います。今日道の駅海老野の近くにあるエビちゃんっていう鳥の美味しいところがあるんだけど、閉まってたよ、残念。日本一の宮崎牛、立派。ほら見て、美味しさ日本一って書いてるよ。4大会連続取得チャンピオン、すごいね。内閣総理大臣。海老野の道の駅はこんな感じ、横に広いね。ちなみに海老野のお米は特 A でとても美味しいんだよ。あの左に載ってる絵はね、田の関さって言って紙の田んぼ、田んぼの紙で田の関さ。海老野は島津さんのゆかりの地が結構あるよ。ちなみに島津さんこんな感じ。お、海老の出陣じゃ。はい、海老野の道の駅の駐車場はこんなに広いよ。ゆっくり止めれるよ。でもね、人気がめちゃめちゃあるよ。伊三郎新平の写真がある、すげえ。優勝おめでとうございます。海老の道駅映しましたよ。ちょっと真ん中が消えたけどね。はい、海老のは南九州の交流拠点海老の、ね、海老のもできたぜ。ここは割引ないな。 OK。 はい、海老のの道の駅は中撮影禁止だったので、外で買ったやつを紹介します。鶏焼きね、これ、まあ、基準的な値段500円で売ってます。基本500円が多いね。で、これ豚足はね、なんかね、宮古の城からって書いてるね。九州産豚足、このやつ、羽根付き豚足、これ食べよう。で、今日ご飯をいつも通り持ってきてます。じゃあ食べてみたいと思います。まずは鶏から。地鶏がね、美味しいわけないやん。美味しくないんだよ。ちょっと食べてみるね。あ、めっちゃうめえ。うまい。もう最高じゃん。これ以上美味しいもんないやろ。ね、グーグーグー。ね、あ、これ以上うまいもんね。うまい。あ、グーグーグー。ね、うまいね。グーグーグー。取ってる取ってる。グー。自分のお皿の前に持っておいで。はい、今度は豚足。豚足はね、いろんな県ね、レベルが高いからね。ありがとう。ね、レベルが高いから、ね、そう簡単にここはね、うまいって言わんよ。レベルが高いからね、豚足のうまいところいっぱいあるから。ね、ちょっと食べてみよう。あ、うめえ、めっちゃうめえ。最強だ、ここが一番かもしれん。うまい、うん。柔らかい。おいしい、最高。じゃあもう食べます、ゆっくり。はい、おぐー。ねえ、そう言ってくれてママ最高。割り箸を使わないように箸持ってきちゃった。エコエコ。今で言うエコ。道の駅海老野さん、どうもありがとうございました。次に向かいまーす。はい、来ました。道の駅山の口。道の駅山の口、ちょっと言いにくいな。駐車場もたっぷりあって、ここはトラックも止めれるようになってるよ。広いよ。宮崎と都の城の間ぐらいになるのかな、まあ、都の城だけどね、住所は。でそこのところのポストが可愛くなってる。
これは写真スポットだ。道の駅山の口です。お店はこんな感じ。休憩所はちっちゃいのがあるよ。屋根付き自動販売機もたくさんあるよ。チキン南蛮とか売ってるよ。すごいねこの自動販売。チキン南蛮スティックとかある。チキン南蛮スティック、チキン南蛮スティック、ポークとかあるね。メンチカツもあるな。営業時間は9時から6時まで。イノシシ肉あります。道の駅山口はレストランもあるよ。こんな感じね。昔動画で椎茸南蛮食べたところです。営業時間は10時から5時。料理もこういうのありますよ。あ、これこれこれ椎茸南蛮ね。これもあるからみんなぜひここのレストラン来たら食べてみてね。よし、次は山の口に着いたよ。山の口は地域と文化の山々の自然に触れてみるね。これ山の口押します。ちょっと待ってよ、さっきみたいに失敗せんやんな。よし、ちょっと待っててくれ。ちょっと打ってみる。綺麗に打てた。ハンコ。よし。この道は自然に囲まれてて気持ちいいよ。なんかね、空気もちょっと冷たい感じがするな。いいね。でね、この都の城行く時の道の途中にあるんで、宮崎から都の城行く途中の道にあるんで寄りやすいよ。山の口の道の駅さん、どうもありがとうございました。じゃあ時間がちょっとギリギリになってるんで次に向かいます。はい、道の駅田野に着きました。ちょっと時間がないのでパパッとハンコ打ってきます。田野町、緑豊か、空気が澄んだ環境で身も心もリフレッシュで、こんな感じ、こんな感じ。これを押します。どうかなあ。ちょっと分かりにくいけど売ってるよ。後ろのあれが黒いもんな。いいか。はい、なんとか。田野町は三方を山に囲まれた総面積108.20平方キロメートルの盆地の町だそうです。駐車場もめっちゃ広いよ。前の田野のあの動画であのクイズをやったところです。ここは田野の動画も見てね。田野の道の駅には遊歩道もあるよ。でこれの遊歩道はクイズ形式になってるからね、散歩しながらクイズを答えようね。田野の道の駅さん、どうもありがとうございました。今日はこの辺かな。次来たのが道の駅フェニックスです、ね、もう宮崎観光来たら皆さん寄るっていう場所ですね。駐車場の広さはこんな感じ。だいぶ広いよ。山の上も登れそうだね。道の駅はこんな感じ。でここフェニックスはこっち側に渡ると綺麗な風景があります。上からの眺め、
感じ。今日は海も綺麗、荒れてて、下に見えるのが鬼の洗濯板です。こっちにも見えるような場所ができてる。気づかんかった。すごい、なんか変わった、ここら辺。力の眺めも最高だね。水の海の色もいいし最高だ。向こう漁協やってるな、すごいよ。ちなみにこの下も渡れるようになってるよ。散歩コースだね。さっきのを見るところからちょっと進むと、こうやってベンチも用意してくれてるね。してね、ここはね、ソフトクリーム食べるとき気をつけないといけないんだよ。なんでかっていうとね、こうトンビに襲われるんだよ。ここ一回ね、K 様がね、ソフトクリーム食べてたらね、トンビに持ってかれたの。手に傷はしなかったからよかったけどね、あ、下手すると手もねプチってやられるかもしれんから、皆さんここのフェニックスの外でソフトクリーム食べるときは気をつけてね。こっちにはベンチもあるわ、いいね。で、反対側もこうやって駐車場もあるからね、車もゆっくり止めれるよ。ここツーリングにもいいんだよね。なんか南国って感じがしていいよね。はい、じゃあこっちからちょっと戻ろうかな。でね、フェニックスの1階がお土産屋さんで、2階がレストランで、3階が展望台やったかな。はい、行きますね。あっちの方にもなんか登るとこあるんだけど、あっちは登ったことないな。どんなとこか見てこよう。ちょっと登ってみようかな。登ってみます。何があるんだろう。よしよしよし、ちょっと途中まで登ってきたけど、上からの景色がこんな感じ。ああ、ここから眺めもいいね。全体を見渡せる感じだね。あ、ちょっと階段疲れたな。もうちょっと上あるみたいやけどな。なんか上あるみたい。こう花のなんか描いてるね、いろいろ。いろんな花を楽しめるってことかな。ノボタンとかですね。どこまで行くんやろ。なんだこれ、メラレカ、メラレウカ。よし、ちょっとまで行って戻ってこよう。上まで登ってきた。ちょっとね、細かい虫が多い。やっぱ自然があるか。あ、ここがてっぺんか。おお、これは眺めいいわ。こんな感じ。いい感じ。眺めや。いい眺めやけど、登ってくるまでが大変。眺めがいいとか写真を撮りたいって言ったらここいいかもしれない。じゃあ降りるか。へい、来たぜ、フェニックス。ここは太平洋が一望できる絶景スポットらしいぜ。で、スタンプはこんな感じ、真っ黒。じゃあ挑戦するぜ、行くぜ。イエーイ、綺麗に押せたぜ。こんな感じね。はい、買ったやつはこれね、いつものもうあれね。はーい、はーいって半額のやつ。うん、はい、ご飯とこれと、はい、それも食べようかな。これ入れようかね。はい、ちょっと場所を移動してここで食べます。お家で食べる。うん、美味しそうね。ゴミだけお家で食べる。はいはい、やっぱキャンディーもゴミもお家で、これ食べようや。まずね、はい、いいよ。なんで、はい、じゃあ食べてみます。地鶏がね、美味しいとは限らんよ。俺は知ってるんだよ。ちょっと食べてみる。うめえ、めっちゃうめえよ。
これしかねえよ、うめえよ。ここはサイクリングにもいいよ。シュー。早い。あたりとかの方になりますね。はい、フェニックスはソフトクリームが有名です。で、これはあの時に宝石が好きな足束でございます。いただきます。 GoPro とかあの360度カメラを持ってる人を見ると絶対あの人 YouTuber じゃねーって思うトッキーニ氷介。ニックス道の駅の横を登っていくとそこは展望台でした。から展望台に登っていきます。展望台に登っていきます。お、ここ広場になってる。お、いいね。あー、トミー気をつけて。お、今おった、トンビがおった。あ、おいいな、こっちがいいんじゃない。すごーい、やっほー、すごいやん。鬼の洗濯岩が見えるぜ。こっからの眺めも最高。いいね。あんな船が上に初めて見た。向こうには船が出てるぜ。今日の海は青いぜ。ああ、レストラン閉まっちゃった。3月31日今年や。じゃあ来去年か。あ、残念。どうでしたか、ね、道の駅もね、いっぱいありますね、宮崎県も。今回あの道の駅回って気づいたんですけど、撮影していいところと撮影したらダメなとこがあるんですよ。一応まあ時に表しては一応館長さんさ、館長さんに聞くんですよ、撮影していいですかって。ただやっぱりしていいですよとか、人が映らないように一部だけこう部分部分ならいいですよとか、あとダメっていうところありますよ。だからね、皆さん YouTuber の皆さん、道の駅を撮影するときはみんな館長さんに撮影していいか聞いて OK もらったら撮影しましょう。でもダメっていうところもあの外はいいけど中がダメっていうのがほとんどだったんで、はい、ぜひそれも聞いて撮影してください。遊びに行く人もね、ちゃんと中で撮影したいなと思ったら館長さんに聞いていいって言ったら映して宣伝してあげてください。これで今日の動画は終わりです。また次回の動画よろしくお願いします。ひょっとこじゃんけん、せーの、てーてれれてーてれれてーてれれてれじゃんけんぽん、チョキだよ。また見てね。トッキーニ氷介の旅、高評価、チャンネル登録、よろしくねー。